ナショナルスタジアムで行われる本日のゲームです。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ファーストハーフが始まりました。エキシビションマッチが始まりました。まずはこのゲームの入り方ですよね、はい、立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと展開できなかったりミスが出たりとかしますから ね自分たちのペースに持っていくための入り方を意識することが大事ですよね。ゲームの序盤見ていきましょう。デリピ、トルホ、ラファ、先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね、全体的に押し上げるイメージで、はい、相手が引いている時なんかには有効な戦術になりますよね。ただサイドの裏のスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取り戻した方がいいですよね。まあ攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね、ボールを戻します。厳しくチェックされてましたし、まあ返すしかないでしょうね。クリア、このピンチをなんとか出します。ここで丁寧にコントロール、枚数いる、中につなぎたい、収まった、フリーだ。さあどうする、ロドリゴ、大きく縦へのアーチ、クリアです。大きく縦へ、ちょっと伸びてしまいました。裏のスペースを狙う、オフサイドです。アーチのようなパス、これはクリア。決められません。いや、うまく反応してのオーバーヘッドでしたよね。といえばスーパーゴールだったんですけどね。いいプレッシャー、右サイドを上がっていきます。
スルーパス。ここで丁寧にボールを扱う。中は枚数います。サイドを使います。ここで前半が終了しました。まだスコアレスです。北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。ホーム側としては今のところリードは奪えてないんですけども、一つ上げるとすればやはり早めに潰していくディフェンス。さあ後半キックオフ。ホーム側としてはだいぶ押してましたからね、はい、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね。テリピ、ラファ、縦へのボール。さあつながるか。裏を狙う。中央へ折り返す。キーパー、長いボール縦へ。テリピ、素早いパスで攻め上がっていきます。どうする。さあ左へ預けて、ガルガーノ、縦にボールを送ります。激しいボールの奪い合い。右サイドから上がります。一旦前を取る。先ほどからどんどん人数をかけて前線でプレッシャーをかけに行ってますね。そうですね、相手のバックラインまで積極的に行ってますからね。はい、北澤さん、そのような高い位置でボールを奪えれば一気にチャンスになりますものね。なりますね。ショートカウンターですね、うん、まあそのためにはただ人数をかけるだけではなくて、はい、チーム全体として連動して相手のパスコースを潰していかなければいけないんですよね、うん、そうなるとかなりスタミナの消耗が激しいので、はい、一人でも足が止まるともう連鎖的に厳しくなってしまいますよね。ポイントとしてはいつまでこのハイプレスが持つかですよね。そうですね。いけるか。ボールを下げてリズムを作るか。ナチョ、さあここでカウンター。ここは通しません。さあどこに出してくる。上げる。クリアが浅い。ここで選手を変えるようです。2人の選手を入れ替えます。あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。最後の交代枠を使います。惜しい攻撃でしたけどもね、迷っちゃうかな。ここで主審、試合を止めました。決着つかず0対0。今日のゲームはスコアレスドローという結果で終了しています。さて北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。この引き分けをどう捉えるかですよね。勝てなくて残念なのか、負けなくてよかったのか、いずれにせよ自分たちにとってプラスになるような受け止め方をしていくことでしょうね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。結局0対0のまま試合を終了して